おはようございます。釣り子 TV です。海に来てますよ。ちょっとこの時期狙いたいターゲットがいて、まあ、釣れたら報告しますが、まずは、ディーパーで。ちょっとね、水深を軽く調べて、まあ、駆け上がりの位置が結構重要な魚なんで、探ってみたいと思います。じゃあやってみます。投げてね、 Wi-Fi でつないで、で水深が見れるんで、水温と、あとは今日はもうね、駆け上がりの位置、あの目に見えてる浅いとこからドンって落ちるはずだから、その位置をね特定できれば結構ターゲットに近づけるんじゃないかなということで、じゃあね、地形変化調べてからスタートしてみたいと思います。水深3m、3メーターで浅い側に流されていく傾向だから、ちょっとここでやってみたいと思います。ほいで今日使うのがこれ、ゲイリー山本のねハートテールね、これを投げると、これだけ。水したところがさっき調べたら2メーターぐらいで、この真下が4メーター。そっからなんだろう、なだらかに落ちてくる、まあ、3メートルから4メートルへの駆け下がりのあたり、ここら辺が狙い目だと思うんで、ちょっと狙ってみますよ。よし、乗った乗ったぞー、マゴちゃん、マゴチ来ましたよ。ねえ、この時期の風物詩でゲイリー山本のハートテールね、こんなサイズ感が効くんじゃないかなと思って、でもうこういうジグヘッドでシンプルに、ね、ハートテールを泳がすだけで、こんな美味しい魚がゴゴゴゴって食ってくれますね。ゲリー山本のハートテールでのね、マゴチゲームおすすめなんで、ぜひやってみてください。今の時期、おすすめですよ。ここで 3.4 メーターぐらい。この 3.4 で食ってんだな。2メーターから4メーターに落ち込んだところ、ここら辺狙い目だと思うんですよね。水温はもう28度、ね、超あったかいね、泳げちゃうぐらいの水温だね。はい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 、おっしゃ、話してたら食った、シーバスが、あ、マゴチ。あの、やわ、あ、あれだもう。すごい当たる。群れてますね。
はい、ありがとう。おお、あ、ハートテールがちぎられた。はーい、またまたね、ハートテールに美味しそうなマゴチ、フラットフィッシュだね。いやー、こんな感じでね、ちょっと尻尾ちぎられちゃったけどね、ハートテールね。アシストフックつけないでね、活性いい時全然形になるんでね、こんな感じのね、ハートテールをジグヘッドに刺してるだけで、今ね足元にちょん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 やってたらね、ゴン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 って急に走り出したんで、ね、びっくりしちゃいましたけど、はーい、マゴチ。ほいでタックルはね、こういう感じでミラベルね、シマノのミラベルに台湾の昔から使ってるね、まあこんな感じのタックルの組み合わせで、でジグヘッドでこんな感じで美味しい夏の魚が釣れます。リバーでね、水深調べておいたおかげかも。はい、イエーイ。